重度の場合、靭帯が完全に切れた状態です。関節の安定が悪くなり、軽度のものでは3日程度、中等度のもので1週間。はい、こんにちは、バーチャル院長です。今回は指を捻挫した時、治るのにどのくらいかかるかについてお話しします。指の捻挫の程度はいろいろです。3段階に分けられます。軽度な場合、靭帯がわずかに伸ばされた状態で、腫れや痛みはごく軽度です。中等度の場合、靭帯が部分的に切れた状態です。広い範囲で腫れや痛み、皮下出血が認められます。関節の中に血がたまることもあります。重度の場合、靭帯が完全に切れた状態です。関節の安定が悪くなり、グラグラな状態となります。軽度のものでは3日程度、中等度のもので1週間から3週間、重症なものでは1から2ヶ月程度かかると考えられます。特に重症例では後遺症として関節の不安定な状態が残ってしまうことがあるため注意が必要です。後遺症を残さないよう早急に適切な治療を受けることが必要です。それではまた、さようなら。